アレクセイ・ニコラエビチ・ティトフは、18世紀後半から19世紀初頭に、かけてのロシアの作曲家、バイオリニスト、ティトフとも。18世紀末、エカチェリーナ2世の後を継いだ、パーベル1世の治世による混乱期にロシアオペラは一時的に停滞するものの、19世紀に入ってからは、ボードビルの上演が再び盛んとなる。ティトフのオペラも、この時期に作曲された。 キトフは、ロシア帝国陸軍の少将を務めた軍人であると、共に、優れたアマチュア音楽家で、オペラ、バレエ、劇風随音楽などの舞台音楽を、約20曲残している。代表的作品として、1805年に、サンクトペテルブルクで初演された、オペラ、駅亭馬車の宿場があり、A 国ジニンの台本による。内容は、主人公の農民、フィラトカを茶化した。 コミックオペラであり、キトフはこれを第一作として、冬の集い、または宿場の続き、婚礼の前夜祭り、またはフィラトキンの婚礼の続編を仕立て、三部作を完成させた。キトフの音楽は、当時としては異例といえる大編成の還元楽を扱いながら、ロシア民謡やロマンスの様式を取り入れているものの、全体としては18世紀。 コミックオペラの模倣の息を出ない全時代的なものとされる。1817年には、キエフルーシ時代を舞台にした歴史世俗オペラ、あるキエフ男の勇敢さ、またはこれぞ、ルーシの人々よ作曲して新たなジャンルを開拓した。キトフケは、ロシア内外の音楽家が集まるサンクトペテルブルクの芸術界の中心の一つだった。一族には、 ロシア帝国の軍歴を持つ作曲家が多く、アレクセイの弟セルゲイ・ニコライヴィチ・ティトフは陸軍中将で作曲家、チェリストである。セルゲイの作品としてゲーテの若きワエルテルの悩みを題材にしたバレエ、新しきワエルテルやオペラボードビル、農民たち、または及びれない者たちの出会いなどがあり、これらの作品では舞台衣装に 当時の日常のものを用いたり、ナポレオンがロシアに侵入した1812年、ロシア戦役での出来事をストーリーに盛り込むなど、舞台に時事性を反映させる試みが見られる。また、アレクセイの子ニコライ・アレクセイビチ・キトフも、父親と同じ陸軍少将であり、19世紀前半を代表するロマンスの作曲家となった。このか、アレクセイの子で、ニコライの弟、ミハイル、 セルゲイノコ・ニコライも作曲家である。ABC ロシア音楽辞典2006、P224、AB モリタ1983、P2812、ロシア音楽辞典2006、P51、224、ロシア音楽辞典2006、ピアニッシモ22、224、225。ありがとうございます。